馬立正は、新末の思想家、外交官、言語学者。字は、真優宿。チャンス商鎮公出身で、馬立、馬井博の弟。カトリック教徒の家庭に生まれた。次系の馬立は、祖国戦に抜擢されて、理工省の幕僚となり、Y 軍領代を務めた。四兄の馬井博は教育家で、新丹大学や副丹大学の創設者である。 馬立正は幼い頃から家教を目指して四書五教を学んでいたが、皆、豊か三年に太平天国軍が南京に入ると一家は上海に避難した。馬立正と兄弟たちは、イエズス会の設立した除機工学に入学し、フランス語やラテン語を学んだ。アロー戦争で西洋の学問を学ぶ必要性を痛感し、ラテン語、フランス語、英語、 キリシア語の勉強を継続した。同治9年、時計の馬立ての引き立てで、理工省の幕僚となって、文化の知識と語学力を認められた。高所4年、老中の資格で理工証によって、国際法を学ぶために、フランスに派遣された。同時に、中仏公資格かさみ等の通訳となっている。パリでは、中国人として初めてバカロレアを取り、 パリー政治学院で法学の学位を得た。高所6年、天津に戻り理工省の下で、用務運動を推進する。翌7年には、アヘン船売と税収問題の解決のため、イギリス領インド帝国に派遣された。高所8年には、理工省により、朝鮮に派遣され、朝鮮とイギリスアメリカドイツとの通商条約締結を推進した。事変が発生すると、 おきのり大院くんの連行に関わった。高所10年、東帝クルルが管理する和船省商,商局に入り、高所16年には、対外貿易の発展と民間産業の振興を説いた不民説を表して理工省に提出した。ほどなくして理工省から上海危機職府局総裁に任命されるも、経営難から辞職、故郷へ引退したが、高所21年に、 李交省に北京に呼ばれ、日清戦争の講和条約を結ぶために日本に赴むく李工省を補佐した。公書22年、上海で事務法主筆の両刑庁を知り、敵火災機構と企業を表した。公書26年、中国語の文法書である文通を表し出版した。公書28年、再度李交省から呼び戻されたが、同年に死去した。馬立ただしは、 利金の廃止、関税自主権の回復、貿易の拡大、民間産業の振興、議会制度の採用を主張した。また多くの人が外国の科学や文化の知識を吸収できるように翻訳書院の解説を提言した。ありがとうございます。